はい、どうもこみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブのホームからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、いや、最近ですね、自分結構嬉しいことがあって、カンクラがですね、結構強くなってきたなっていうのを、だいぶね、肌で感じるようになってきました。で、まあ、なんでかっていうところをちょっとね、今日は、詳しくお話ししていきたいというふうに思うんですけども、若干、クラメン島みたいな感じになってしまうかもわかんないんですが、なんでじゃ本当にね、そんなに、クランの強さが変わったのっていうところ、おそらくですね、まあ、今回の動画見ていただくと、皆さんのそのクランにおいても、いろんなですね、メンバーの攻めのそのポイントとかを見るときに、役に立つ、まあ、ヒントになればいいなというところをね、ちょっと、含めてお話ししていきたいというふうに思っております。で、ですね、まあ、こんな感じで、まあ、野良戦やってるんですけど、だいぶね、なんていうの、攻めが先立ってるっていうか、まあ、守りもそれなりに守ってるんですけど、やっぱ攻め勝ってる感がすごいんですよね。で、このね、攻めのその特徴っていうのをちょっといくつか見ていきたいと思います。で、まずね、何が一番すごいかっていうと、ルートのね、作り方っていうのがめちゃくちゃ上手くなってるんです、みんな。これ、主任さんのアタックですね、ちょっと見ていってほしいなと思うんですけども、スーパーネクロマンサー、プラスネクロマンサーですね、のアタックをやっています。で、これなんですけども、ライトニングクエイクで、ここ、美味しいですね。完全にクロスボーン2機と、あと透析インフェルノ、これが折れちゃうっていうのは、そもそも配置の甘さっていうのもあるんですけど、まあ、そこをしっかりと、アドバンテージが取れる方法で壊していく。突撃機関を当てていくっていう手もあるんですけど、それよりは、ネクロマンサーを選択すれば、まあ、そんなに、呪文の枠数を、ユニットに下がずに済みますので、そこをね、うまく利用して、じゃあ、代わりにライトニング呪文に、枠さえちゃうということでやっているっていうのが今回の攻めですね。で、まあ、普通にこの攻め方を選択したのがうまいとか、そういう話じゃ全然ないんですね。今回の主任さんの攻めっていうのを、見ていくと、どんな風にこの村を攻略しようかって考えているか、それがね、すごくわかりやすいんで、まずこれを一発目、選ばさせてもらいました。ここライトニングで壊してますよね。雷で、ライトニングで。で、ホールに関しては、突撃艦をこう当てていきますよね。で、中に入っているのはバルーンと、あとドラゴンですね。で、これ、ドラゴンとバルーンにするのは、おそらくここに、バネトラップとか、あとは、なんだ、小爆弾とか、そういうのがあったりして、スニコブがうまく機能しないことをおそらく警戒したんだろうと思います。で、今壊したところで、ちょっとね、こうマークしましょうか。突撃艦とライトニングで壊しましたよね。で、ここに関しては、今、グランドウォーデンで壊したよという感じ。スーパーネクロマンサーをこう流していくんですね。こういう風に。で、こっちにはキングと、あと普通のネクロマンサーいますよね。ここにいますね。こいつらを、当てていって、外周をカットしていくっていう感じになるわけですよ。そうすると、見ての通り、まだこれ外周部に関しては、ネクロマンサー上の方ね、ここね。いっぱいいるし。で、今ここにはスーパーネクロマンサーがいますよね。で、最後。この壁で食われた区画、今頃になってスーパーウォールブレイカー使ってるんですよ。で、別にこれ今頃って全然僕そんなね、これを悪いやんって言うんじゃなくて、むしろ素晴らしいと思っていて、このタイミングで、ここの壁の中が残っちゃうっていうのがもう、主任さん分かってるんですよね。プランニングの段階で。そしたら、ここの壁開けなかったら、中の、施設から、ガンガンユニットが撃たれ続けるだろうと、いうことを想定して、ここにユニットをこう流し込むためのスーパーウォールブレイカー持ってってるんですよ。で、さらに、これはちょっと遠いから、予備でもう一個持ってってんですね、多分これ。というプランニングをしてるんですよ。で、これが何がすごいかってことをもう一個ちょっと言うとですね、すべての壁に囲まれている区画も、囲まれてない区画も、何でどこを壊すかがめちゃくちゃ明確になってるんですよ、プランニングの段階で。これが、最近、後ろくらいに起こったものすごい大きな変化。おそらくですね、JWC の J1 とか、上の方で戦ってる方からすると、いや、それがプランニングでしょって言うかもしれないですけど、実際これ、チームとして、みんなが共通意識持っているクランって多分そうはないと思うんですね。そういうごく一握りの上のクランにとっては当たり前でも、少なくとも今までの我々にとっては、結構ね、当たり前じゃなかったんですよ、これが。意外とイエギとかって、ドバーッと、ボーラーとかそうやって出すと、なんか知らんけど、最後どっか残っても壁無理やりこじ上げて全開してくれたわとか、そういうパターン結構あるじゃないですか。そういうのに救われてたケースって結構あって、今回のだから主任さんのアタックっていうのは、これもう一回この村見た時に、浮かびますか今のプラン。そのプランが浮かんで実行できるっていうのがすごいんですよ。ここに関しては、
キングとネクロマンサー、こういう風にこのゾーンをスーパーネクロマンサーで見る。でここはライトニングで見る。でタウンホールには突撃感を当てるっていう感じですよね。でそうした時にジャンプの呪文とかライトニングの呪文バランス考えて持っていった時にここはジャンプで乗り越えられますね。まあまっすぐ行けるよね。外からはネクロとキング回せるよね。でここどうすんのっていう、このマルチインフェルノどうすんのっていう、そこでスーパーウォールブレイカーを最後の最後で持っていくっていう、本当にもう隙がないですねプランに。いやこれが本当すごいなと思うんですよ。こういうケースっていうのがクラン全体に結構浸透していて、で今日合計ですね 1,2,3,4,5 本からちょっとピックアップしてるんですけども、全部基本的にこういう感じの攻め方になってます。で本当はねもう全部のクラメの面のそういう攻めを紹介したかったんですけども、ちょっとねなかなかそうは言っても尺が長すぎるので、いろんな異なる攻めをねこう、出しながらやっていけたらというふうに思います。で、Kさんのこのアタックですね、これもですね、中央部に、こう、ドドッとね、こう、ユニットを流し込んでいくタイプの攻め方になるんですけども、やっぱ怖いのはね、やっぱ透析機ですよね。もうネクロマンサーから主系の戦術をするのには。あとは、マルチインフェルノとか、当然、すいません、タウンホールがあると危険なんですけども、そこら辺は今、トームを使って回避したりだとか、今、トーム使いましたね。で、防炎具もトーム中に、倒していくと。でこの2機の投石機に関しては中から射抜けるんですね。こういう風にポンポンってポンポンってこういう風に、なので、ここにクエグでしっかり穴を開けてネクロマンサーとボーラーが投石機に必ずこうアプローチするように仕向けているというのがポイントです。でさらに奥の方まで突っ切っていくとこのイーグル砲とあとはクロスボウの区画まではユニットが入っていくような感じで仕組まれてますよね。そうするとでここのケアどうすんのってちょっと思ったりしません？ここに関しては中と外からほらこう両方からこうアタックしていくんですね。こういう風にで潰していくっていう感じで、最終的にここに関してはおそらく K さんですね、ここに関してはおそらくもうネクロマンサーたちの惰性でなんとかやろうという風に考えたんじゃないかと思います。ここまでユニットが入ってくると、ここまでですね、壁一層越えたら外にこう出ていけるので簡単に、さらに両脇から来るユニットがここに合流して、で、最終的には着地するんですよ、ここに。全部のユニットが執着する。っていう形で、まあ、最後のところは力落ちたというふうに、まあ、考えたんじゃないかなっていうプランニングですね。だから、すいません、またちょっと喉の調子悪くて。全体の村の全体をどこを何で壊すかっていうのが、すごく明確になっていて、その通りにユニットをやっぱ誘導するっていう技術ですね。これがやっぱり、今そのクランに浸透している、まあ、ものすごく大きな変化なんじゃないかなっていう、気がします。でキヨさんのアタックですね、このアタックっていうのも、プランニングとしてやっぱどこで何を壊すかっていうのが明確になってるんですね。でディガホグっていう戦術はまあ割かしそうは言っても壁を無視できるんで、ディガホグが壁をうまくこうさっきみたいに開けるところと残すところっていうのを意識する攻め方とは少し違います。この食い火に関してはやっぱり開けるところと残すところってのがすごい明確にならないといけない攻め方になるんですよね。で今回キヨさんここ、しっかりクイーンを中に突っ込ましていって怖い施設をクイーンでこう殴っていきながらここをカットするんですね。こういう風にガツンとカットする。でキングこっち方面出してますね。キングここでカットしていって、でディガホグここから当てるんですね。ディガーとホグライダーを当てていくんですけども、こういう風にまっすぐ流していくんですよ。そのためのこのロックボマーのカットなんです。ここわかりますかね。でこれでだいぶ防衛施設がこの辺なくなったから、こっちは別にウィザードでこう潰していくわけですよ。こうやってじわ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 しながら主力のはい、これ出てきましたね。ホグライダーと、ディガー部隊というのをタウンホールに当てていくという感じですね。ふんだんにフリーズと、あとは、ヒール、トームの能力を使ってきっちりここを突破するという感じです。アーチャークイーンこれだいぶ苦しくてこうやられちゃうんですけど、やられた後のヒーラーも、すぐ隣接するところに、キングだったり、あとは、ロイヤルチャンピオンだったり、ディガホグがいるので、しっかりそっちにスイッチするんですよね。だってこのプランニング的には別にクイーンがもうここで起こっても別にそんなに問題ない。むしろクイーンがここでだいぶ高火力の施設を潰してくれていて、ルートも出来上がっちゃってるんで、もうディガホグたちがもうまっすぐ駆け抜けますよね。で駆け抜けて当然ここが残っちゃうんですけど、
ここに関してはもうディガホグとロイヤルチャンピオンがいてくれさえすれば壁無視できちゃうんで、もうそこも惰性で潰せるっていう感じですね。まあワンチャン、こちらにこうね、ディガホグが、言ってくれたら、まあそれで、こう言ってくれたらそれで、まあ処理もできてよかったかな、ぐらいなもんだと思います。っていう感じですね。いや、だから本当にね、もうみんながこれを、意識しだすと、もう本当に、なんていうかね、よく皆さん、なぞれるプランとなぞれないプランとかいうのがあったりするんですけども、なぞれるプランってやっぱり、どこを何で壊すかが明確になってるプランってなぞれるんですよ。だけど、どこを何で壊すかが明確になってないプランっていうのは、これ決してなぞれるプランにならないんですね、ほとんどの場合。なので、そういった意味でも、やっぱりその2手目をより効果的に使うことができる今状況になってきているし、そもそも1手目でもう当然こうね、全開まで導いていける。今ユニットの数も増えて、だいぶ攻めて優位な環境にはなっていますから、よりその環境っていうのを生かすためにこういうプランニングの面でアドバンテージが取れるとめちゃでかいんですね。これは本当にね、いいなっていう感じです。我ながらっていうか、我々ながら。さっきのね、ネクボーのもう一本で、三毛猫さんのネクボーもちょっと見てほしかったんですけど、ちょっとね、ネクボー枠がすいません、ちょっとなくって、ごめんなさい、トンミーさんの方に行かさせてもらいますね。申し訳ない。で、トンミーさん、これ、ペッカイエティですね。このやっぱペッカイエティっていう戦術も、まあ、さっきのスパネクと同じような感じで、壁をどういう風に突破するかっていうのもものすごく、まあ、問われる戦術になります。で、グランドボーデンをオーディヒーの形で、こうカットしていきますね。ワンチャンこれ確かマルチまで壊したかな、どうかな、ちょっと見ていきましょうか。で、先に言いますとニエティがこうね、血を突破ですね、この中央部を血を突破するんですけど、見るべきポイントはこういうこの壁の隙間、こういうところ、この壁の隙間がここのルートをうまく使うんですね。なので、ペッカとかイエティを使う方っていうのは、特にその壁っていうのはもう決して、敵じゃないんですよ。敵だけでもすいません。敵だけではないですよ。キャプテン翼のね、ボールは友達じゃないけど、ある種壁は友達的なところもあって、壁をうまいことこう壊すところ残すところっていうのをうまくこう調整することでユニットを、外に出さずに、集中してね、集中してこのまとめて動かしていく、まあ、そういうことにも壁は使えるんで、そのうまい壁の使い方っていうのはこのプランニングの段階でできているところにちょっと注目してほしいなというふうに思います。イエティがこう入っていくじゃないですか。で、ここにジャンプ打ちますよね。こうすることによって今イエティたちが、まあ、ここら辺にみんなこうアプローチできるような状態になったわけですね。こういうふうにこの辺に。ここら辺全部イエティで見れるようになったわけですよ。そうすると、ここが残りますよね。ここが。こういうところが。で、外周に関しては、まあ、投下弊社から出てきた、ペッカとかがこう、掃除をしてくれることに期待したんだと思うんですけども、今、描いた残ったところどうするかっていうと、もう一個ジャンプ使うんですね。こうやってもう一個ジャンプ使うことによって、ニットがここまでこう入っていくことができるので、あとは、こうイエティとかミニイエティがユニット殴りながら、壁殴りながら奥まで破壊もするし、アーチャークイーンが中から射抜いていけるということなんですね。多分このジャンプの呪文って、おそらくですね、ここに、かけるか、もしくはこっちにかけるかすごく迷ったと思うんですけども、アーチャークイーンが後ろからついてきてるので、まあ、無理をせずに、このタウンホールの確認も少しかかるようにジャンプ打ったんじゃないかなと思います。まあ、ここはクエイクでももしかしたらワンチャン良かったかもしれないですね。まあ、呪文枠に余裕があれば、クエイクを使っても良かったと思うし、あとはユニットがこう束になって、最後までこう歩いていっているので、だいぶですね、こういってるので、ヒーラーがねユニットを回復する効率がいいんですね。レイジヒーラーの状態で束になったイエティたちをどんどん回復しながら進んでいくので、ペッカイエティがこれ最後までこう生き残ってくれるじゃないですか。そうすると、突き抜けてくれたペッカイエティが残った外周部っていうのをこう掃除していってくれる。まあ、ここおそらくですね、残ってもまあいいやっていうのもあったかもしれないけど、おそらくここは効果弊社から来ている、ペッカとあとスーパーウィザードを添えてましたよね。こいつらを使ってカットするっていうプランだったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ残っちゃったんですけど、まあ残っちゃったからにはじゃあ、生き残ったユニットで掃除してもらいましょうかって、まあ、でもそんな感じですね。いや、ほんとプランニングがねうまくなってる。すごい、なんでなんだろうなって思いますよね。結構そこは意識して、みんなで声かけをし合ってたんですけども、なかなかこんなね、急に変化するとはね、正直自分も思いませんでした。次の JWC、ほんと楽しみだなって思いますね。主任さんがもう何せプランがうまくって、
これも見てほしいんですけど、さっきと同じですね、ライトニングスパネックですね。おそらくここにライトニングを当てるのかな、ここに。だいぶここが美味しそうだから。違うか、こっちか。これですね。マルチインフェルノと、宝石がダブルで折れる、こっちにライトニングを当ててきましたね。はい。当てていって、ただこれちょっと、マルチ残しちゃったな。これ、おそらくライトニングで折っていくはずだったと思うんですけどね。残っちゃったからにはグランドオーデンで折っていかないとちょっと厳しいので折っていくんでしょうね。で、今回もやっぱりスーパーウォールブレイカーをこう出てってます。このスーパーウォールブレイカーを持っていってる意味が非常に大きいですね。ぜひね、注目して見ていてほしいというふうに思うんですけども、ジャンプの呪文は1枚です。で、スーパーウォールブレイカーを、2体持っていってるという状態ですね。どんな風に使い分けていくか。で、ジャンプの呪文1枚なんですけども、壁をやっぱクリアするのにこんだけじゃ足んないんですよね。だから持っていってるのがこれ、ウッドランチャーですね。今回このウッドランチャーを使うことによって、この複雑に入り組んでいる壁に効果的に穴を開けていくという戦略を取ってます。これだからうまいですよね。こういうところがしっかりできているから、呪文を節約できているっていう、まあそういうことになってきますね。さて、6時方面からバーバリアンキング、さらにはネクロマンサーを追加することによって、こいつらの仕事っていうのは何かっていうと、この外周をカットしていきながら、この一層内側、こういうところを壊していくんですね。こういうところを。これをキングを盾にしながら、このネクロマンサー3体が遠距離攻撃持ってるから、それで壊していくんですよ。で、スーパーウォールブレイカーはここではまだ使いません。ウッドランチャーを、ビッグボーイというね、このスーパーネクロマンサーが出てくるこの骸骨組んで守っていきながら、タウンホールへのまっすぐの道を開けていくんですね。そうすると、ここまではもう予定通りなんですよ。壁は多分開くだろうと思ってる。で、そしたら残っちゃうのがここじゃないですか、ここ。あとここ。これをどう処理するかっていうと、ジャンプの呪文とスーパーウォールブレイカーで処理していくんですね。ちょっと見ていきましょう。すいません。まずは中央部でユニットが、ごめんなさい。なんか、ミスってますね。中央でユニットが暴れてますね。で、ここ、本当はネクロマンサー に対してバーバリアンキングが先行しちゃったんで、ネクロが全部やられちゃいましたね。なので、ロイヤルチャンピオンを添えて、なおここのカットをフォローしていってます。で、ジャンプの呪文を使って、はい、このこっち側ですね。ここに関して全部、ここにスーパーネクロが入れば、全部壁の外から射抜けますよね。あと中から射抜けますよね。本当はネクロマンサーが生き残っていれば、外側からも射抜けたんですよ。なんでこれでまず問題なしと。で、こっち側にもこう、ユニットが入っていくような感じでジャンプ打ってるじゃないですか。で、そうなった時に、困っちゃうのがここですね、ここ。ここ。ここに関してはここか。ここが残っちゃうので、スーパーウォールブレイカーこっちに打って開けるんですね、この壁を。開けることによって、中からユニットが外に出てぐるっと回って全部壊せるようにするんですね。で、おそらくこのテスラは、プランニングの段階で見えてなかったんで、多分残っちゃったってだけですね。こういうところにテスラが置いてあると逆にうまいんですけど、まあ、ロイヤルチャンピオンが綺麗に、最後を掃除してくれました。全体のプランがだいぶ、上手に組み上がっているので、ロイヤルチャンピオンは最後で死なずに生き残ってましたね。いやー、すごいですよね。ちなみに僕もこういう風に、どこを何で壊すかしっかり考えてから攻めてはいるつもりなんですが、攻めるのにだいたい30分とか45分、そこは前かな、30分ぐらいかな、30分ぐらいやっぱりかかりますね。ポンコスのボンクラでよく、皆さんの攻め見てると、ジョーカーさんとか、ユタさんとか、多分5分10分しか考えてないんじゃないかなっていうぐらい、ものすごいスピードで、プラン組んでユニットを立てて、攻めていくんですけども、自分そこまで早くないんで、正直、今のようにどこを何で壊すのかっていうプランニングやっていくと、30分はやっぱかかっちゃいます。うん。けど、やっぱりね、そういう風にプラン考えることが楽しいし、考えるんだったら、どうせ考えるんだったら、それを全巻につなげた方がもっと楽しいと思うんで、考えるときのですね、ヒントに、まあ、今回のこの攻め方みたいな、ところを、参考にしてもらえたらですね、まあ、すごく嬉しいなという風に思いますし、もしね、暗面で、なかなか全開取れないと、なんか知らんけど、どっかしらがいつも残っちゃうみたいな、って悩んでる方がいらっしゃったら、ぜひね、この動画紹介してみてもらえると、まあ、すごく、自分としても役立ってるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ご参考にしていただけたら大変嬉しいです。というところで本日ですね、動画、終わりにしたいと思います。もし、この動画参考になったよということでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。またですね、最近ほんとタウンホール13ばっか動画にしておりますけども、これもね、12とか11とか10でも考え方変わんないので、まあ、ぜひ役立ててもらいたいというふうに思うのと、
これからですね、GS さん活動休止しちゃいましたが、ちょっと今からですね、また別のミックスクルナーさんにちょっとアカウントを貸させていただいて、撮影する予定をですね、進めておりますので、そちらの方もお楽しみにしていただきながら、引き続き幅広いタウンホール隊で役立つ動画を上げていきますので、ご視聴いただけたら大変嬉しいなというふうに思っております。では本日このあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。